水上定期船だ。夕方にはこちらに戻ってくる。私の番だな。ただいま戻りました。ああ、面白かった。タイミングが良かったようだ。父上。父上、いつお戻りに。てっきりこたびの実習では会えないものと思っていました。所用に一区ギルドに用事もあったからこちらで待たせてもらった。久しぶりだ我が娘よ。どうやら一回り大きくなって帰ってきたようだな。幼子扱いはやめてください。その父上、ただいま戻りました。ああ、おかえり。ふん、そして彼らが。はい、7組の旧友にして共に切磋琢磨する仲間です。レグラムの領主ビクター・エス・アルゼイドだ。そなたたちのことは娘からの手紙で存じている。よろしく頼む。
ワクワク。光の継承と勝負か。でもリーンってそんなに強かったっけ？無謀すぎる。至難ならともかく、達人相手の手合わせなど。さすがに厳しいか。リーン、考え直すがよい。父上、ラウラ、止めないでくれ。私と彼の勝負だ。そなたは下がるがよい。本当に良いのだな。はい。音に聞こえし光の継承、胸を借りられるだけでも光栄です。どうかよろしくお願いします。息合い八王の一端見せてもらおうか。すごいね。あれを片手で振るうのか。信じられません。アルゼイド家に伝わる宝剣ガランシャール、鉄器隊の副長を務めた祖先が使っていた体験だ。八王一刀流初伝リーン・シュワルツァ参ります。アルゼイド流筆頭伝承者ビクター・ S ・アルゼイド参る。はじめ。さあ、そなたの剣を見せてみよう。参る。行くぞ。タイ。炎よ、我が剣に集え。はあ。逃しはせぬ。すまない、みんな。うわ、だから言ったのだ。見えませんでした。リーンが弱いわけじゃない。相手があまりに強すぎるのか。何をしている。まだ勝負はついていない。とく立ち上がるがよい。父上、そなたの力、それが限界でないのは分かっている。この後に及んで恐れるならば、強引に引きずり出すまでのこと。さあ見せてみるがよい。消えた。いや、甘い。これは、これがリーンが恐れていた。そうだ、それでよい。その力はそなたの奥底に眠るもの。それを認めぬ限り、そなたは足踏みをするだけだ。いいぞ、力を解き放て。はっ、行くぞ。逃しは。リーンさん。うわ、とんでもない勝負だね。ああ、だがやっと分かった気がする。リーンが子爵閣下に手合わせを願った理由が。アホがこんなものを抱えていたのか。リーンさん、大丈夫ですか？父上、やりすぎです。大丈夫、ちゃんと手加減してくれた。参りました、光の剣。
どうやら分かったようだな。力は所詮力、使いこなさなければ意味はなく、ただ虚しいだけのものだが、あるものを否定するのもまた欺瞞でしかない。はい、天然自然、死の教えがようやく胸に落ちた心地です。ですが、これでいっそ迷ってしまうような気もします。リン、それでよい。まずは立ち上がり、恐れとともに足を踏み出すがよい。迷ってこそ人。霧が晴れたみたいね。聖女の城、ダメよ、みんなに気づかれてしまうわ。大丈夫よ、光の検証は怖いけど、このタイミングなら平気だわ。もう。